海へ連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。むにゃむにゃ、やっぱ寝るの幸せ。うん、なんか気配が。じー、見なかったことにしよう。そうしよう。パパまだ寝てる。スパイは寝ないのに。出発ない。スパイってことはレイとメイ、前のやつまだ引きずってんのか。相当楽しかったみたいだな。でもここはしらを切って寝たふりしとくぞ。こんなパパじゃ守ってくれないね。失敗失格。こーらレイとメイ、パパはお仕事で疲れてるの。寝かせてあげなさい。まあまあ、またスパイファミリーしたい。前やったじゃないの。あれじゃダメなの？だってパパとママはスパイファミリーごっこしてたけど、レイは何もしてないよ。レイもコスプレしたい、コスプレしたい。確かに言われてみればレイは何もしてないわね。はあ、朝から騒がしいな。そういうことかよ。どうやらレイもコスプレしたいみたいよ。まあ前のやつ楽しかったし、確かに俺もまたやってみたいなと思ったけどな。しかもイクミめちゃくちゃ似合ってたし、俺あれ好きなんだよな。ありがとう。私たちは本当の夫婦だけどね。じゃあ次はレイがアーニャやる、アーニャやる。この時メイは一つ気づいてしまったことがあった。それは、じゃあメイは何やればいいの？お、イクミも様になってんな。俺もだいぶ変えただろ。ほんとだ、たっちゃん元の色も髪型もちょっと似てるから変えやすいよね。私ウィッグつけてみたんだけど、どう？似合う？めちゃくちゃ似合ってるよ。コスプレイヤーの人たちってコロコロ髪型変えてるなと思ってたけど、それを使ってるのか。まあまあ、レイなんかちょっと違うよ。そんなことないわよ、レイも可愛いわよ。似合ってる似合ってる。じゃあ今日はパパとママのこと父と母って呼ぶね。お、なんか桜町の公園でコスプレイベントやってるみたいだぞ。これだったら参加しても違和感ないんじゃね。楽しそう。そういうの参加してみたかったのよね。それじゃあ今から俺たちのコスプレ姿を他の人にも見てもらうか。なんでメイはキノコなの？お、いるいる。コスプレしてる人たちがたくさんいるぞ。ここだったら俺たちも浮かないな。せっかくだから他の人たちと一緒に写真とか撮りたいな。あ、もしかしてスパイファミリーのコスプレですか？すごく似合ってますよ。よかったら私たちと写真撮ってもらっていいですか？はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。リュウジ君、落ち着いてください。タイガ氏がいないだけでそんなに拗ねないでいいじゃないでやんすか。タイガー、タイガー、タイガー、タイガー。うまいことタイガと鳴き声を合体させてんじゃねえよ。こっち向いてください。いいですね、その表情。いい感じですよ。やっぱりコスプレ楽しい。レイは世界を救う。なんかメイだけここにいたら、ここからキノコ生えたみたいになってるんですけど。いや、今回のコスプレイベント1回目にしてはまあこのぐらいで上出来でしょう。あなた、あの子見て。あの猫耳つけてる女の子かわいい。そうだね、あの子こそ僕たちの娘にふさわしい。よし、あの子をいただこう。すみません、次こっちに目線ください。やっぱり今流行りのアニメだから大人気だな。あれ、たっちゃん、レイがいないけどどこ行ったの？あれ、おかしいな。あいつさっきまでここにいたよな。メイ、お姉ちゃんどこに行ったか知らない？知らない。キノコは喋りません。あらら、メイ怒ってるよ。でもマジで見当たらないけど、あいつどこ行ったんだ？すみません、小さい女の子を見かけませんでした？あら、おかしいですね。私もさっきまで話していたのですが。ああ、あの猫耳つけた女の子ですか？その子だったらあの男女の美形コスプレイヤーのお二人と一緒にどこか行かれましたよ。なんだって？あの、ここはどこですか？ここは今日から君のお家だよ。スキーに使っていいからね。私たちが今日からあなたのママとパパよ。どうしよう、男の人がかっこよかったからついてきちゃった。レイ、アーニャ失格。
あなた、やっと理想の娘が見つかったわね。ああ、日本に来て本当によかったよ。あの子を海外に連れて行こう。ここか、結構有名な二人らしいからな。まさかこんな豪邸に住んでるとは思わなかったけど。たっちゃん、早く返してもらいましょう。これは立派な犯罪行為よ。その通りだ。俺たちがこそこそ隠れる必要なんてないだろう。おや、どうやら君を取り返しに来たみたいだね。でも、あいにくこの子はそう簡単には渡さないよ。僕たちのものだ。いつもだったら変なおじさんとかに捕まるけど、今日はイケメンだから嬉しい。でもでも、そろそろお家帰らないと。父、母、ちょっとだけ助けて。ちょっとだけってなんだ、ちょっとだけって。あー、めんどくさい。さっさと行くぞ。すみません、うちの娘がそちらにいるみたいなんですけど、早く返してもらえませんか。おっと、それはできねえな。俺たちは誰もここを通すなって命令されてるんだ。もし通ろうとしたらどうなるか分かってんだろうな。は？何言ってんだお前ら。これは誘拐だぞ、誘拐。イクミ、ここは俺が何とかしとくから、先に行って霊を取り返してきてくれ。分かった、気をつけてね、たっちゃん。すごい豪邸、本当にお金持ちなのね。ただなんか日本っぽくない。何これ、回ってたらもう何時かわからないじゃん。いけないいけない、私がお家の中楽しんでどうすんのよ。確かレイは上の階にいたわね。本当にもう広い家ね。こんなに広かったら掃除が大変だわ。ママじゃなくて母。本当に来るなんて日本の母親はすごいわね。君たち、僕たちの邪魔をしないでほしい。この子は僕たちといた方が幸せになれる。わけのわからないこと言ってないで、早くこの子を返しなさい。いくらお金持ちだからって何をやってもいいわけじゃないわよ。あら、それは失礼しました。日本の文化についていけてないもので。あははは、海外では貧乏な家庭が平気で子供を売ったりするんだよ。わかった、こうしよう。この子を売ってくれたら、そうだな、日本円にして君たちに1億払おう。どうだい、悪い話じゃないだろう。なんだったら君がお願いするんだったら、もう少し渡してあげてもいいけど。あー、うるさかった。うちの可愛い子が1億なんかで済むわけないでしょ。っていうか、うちの子はお金なんかよりよっぽど価値があるんです。母かっこいい。どうする、あなたもあの男と同じようにあそこにダイビングしてみる。 Oh, very crazy woman。 たっちゃん、お待たせ。この通り、例のことは救出できたわよ。でかした、よし帰るぞ。くそ、なんだよ、日本じゃ銃は持っちゃいけねえんじゃねえのかよ。パパすごいね、そのコスプレの銃本物みたいだね。な、レイ、お前余計なこと言うな。逃げろ。おい、てめえ騙しやがったな。この後警察が駆けつけて、ここの金持ち夫婦は海外に戻されましたとさ。お母様、お父様、遅いですね。キノコの山よりレイの山ってか。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。